坂井沢健一は埼玉県埼玉市南区出身で尾上部屋所属の大相撲力士。本名は坂井沢健一、愛称は健一。身長189センチメートル、体重162キログラム、血液型は A 型。特異種は右四つより、最高位は西前頭15枚目。2011年の大相撲やお帳問題にて、 引退勧告を受け、引退した。浦和市立沼影小学校で相撲を始めた。浦和市立内野中学校在学中に、鳥取城北高等学校からスカウトがあり、中学3年時に、鳥取市立西中学校に転校、翌年同高校に入学した。高校卒業後は、日本大学経済学部に入学した。大学の同級生には、学生横綱となった。 下田慶勝章らがいた。一学年下の山本さんは、大学の後輩であり同じ埼玉市出身者である。2006年3月場所に初土俵を踏み、翌5月場所は7戦全勝で、序の口優勝。7月場所の序二段でも7戦全勝であったが、松谷に敗れ連続優勝を逃した。その後も、 順調に番付を上げ、2007年1月場所では、西幕下19枚目で7戦全勝で優勝。さらに3月場所では、西幕下2枚目で5勝2敗の成績を残し、朝日富士に並ぶ、史上2位体の所要7場所でのスピード新重量昇進が、なるかと思われたが、事実上の入れ替え戦となる7番相撲で、たまり機動戦に敗れ、西重量11枚目で6勝9敗の、 朝日南海との勝敗の比較で見劣ると審判部に判断され重量昇進はならなかった。しかし、翌5月場所では東幕下日等で勝ち越し、小西木、バルトに並ぶ史上3位体の所要8場所での重量昇進を果たした。翌7月場所は怪我で途中休場するモガッツで再出場し、負け越しを1点でとどめた。その怪我の影響が残り、 9月場所も7勝8敗と負け越したが、11月場所は13勝2敗で、日大の後輩である市原との優勝決定戦を、静止重量優勝を果たした。2008年1月場所では、東重量3枚目で9勝6敗と勝ち越し、新入幕が決定した。しかし、新入幕の同年、3月場所は7日目の大書き添え戦で、書き添えの突っかけにより、 土俵下に転落した際に足を痛め、さらに二度目の立ち合いで一気に当たられて、脳震盪を起こし、結局この取り組みにおける両膝と両足首の怪我による途中休場により一場所で重量陥落となってしまい、陥落の五月場所も不調で同年、7月場所には幕下陥落となった。しかも東重量9枚目で9点の負け越しながら一、場所での重量復帰が困難となる。 東幕下6枚目まで番付を落とされた。幕下か落後は本調子ではないながらも7、9月と2場所を連続で勝ち越し、11月場所での重量復帰が決定した。2011年の大相撲八尾町問題では、特別調査委員会が八尾町に関与したと認められ、4月1日の相撲協会臨時理事会の結果、引退勧告を受けた。4月5日に、 尾上え親方に連れられ、同部屋の白の並言武企業、山、元山竜太と揃って代理人を通さずに自ら引退届を提出し、受理された。坂井沢は、やってません。だけど、土俵上で相撲が取れないのなら、意味がない。力士が安心して相撲を取れる環境を作ってほしい。やってないということを人生をかけて言い続けると、両国国技館前で号泣しながらコメントした。 9月3日、東京プリンスホテルにて、山本山、白の波と合同で、断髪式が行われた。2012年4月から、友人の紹介で、埼玉県内の出版社への再就職を果たし、営業職を務めている。引退時の番付は2011年2月28日発表の、純席による。ありがとうございます。